どうもみなさんこんにちは。どうもどうもマリサだぜ。霊夢ちゃんだよ。今回はデバイスの提供をいただいたので、紹介していきたいと思います。今回はどのブランド様からいただいたんだ？っていうか提供が当たり前みたいやん。提供は私たちも嬉しいし会社様も嬉しいと思う。会社様に対して効果があるかよな。おい、ちゃんとした話を出すな。こちらの商品の会社様はエディファイア様。オーディオ機器系の販売をしている会社様です。以前も提供2回いただいたよな。しかもめっちゃいい製品を提供してもらったし。以前はスピーカーとイヤホンを提供してもらって、ゲーミングヘッドフォンを提供していただいたんです。ゲームに使用できるヘッドフォン。こちらを提供していただいたので、レビューしていきたいなと思います。こちらのヘッドフォンはエディファイア様のヘケイトというゲーミングブランド。皆さんに使用していただきたいブランドです。こちらのヘッドフォンは、G4S という名前なんです。見た目と比例してかっこいい名前だな。こちらのヘッドフォンは性能も見た目も素晴らしいんです。ということで性能を話していきたいんですが、その前にエディファイア様のショップ見ていきます。こちらのサイトが公式ショップになりますので、概要欄からぜひご覧くださいね。本当に皆さんには見てほしいブランドだね。Amazon からも購入できますので、ぜひ購入検討していただけたらなと思います。Amazon の方が検索しやすいので私的に Amazon おすすめだぜ。Amazon は何でも売ってるからな。エディファイア様はスピーカー以外にも、イヤホンヘッドフォンなどたくさん色々な商品が売っております。それでは商品の説明に移りましょうか。それでは開封していきましょう。やっぱり開封の瞬間が一番興奮する。人生で楽しい瞬間よな。今私が使ってるヘッドフォンは、レーザーのヘッドフォンなんですが低音が強く、ゲームには向いていないところがあるんです。まあレーザー製品も全然悪くないんですが、エディファイア様の商品がやっぱり気になりますよね。ということでこちらが商品の G4S です。こんな土台まで段ボールで作られてるんだな。今はヘッドフォン立てがないからこれ使ってるよ。意外とヘッドフォン立てるだけでは支障ないしね。使用できるのありがたいな。それでは一番初めに付属品の説明していきましょう。一番上には USB 接続端子がありますね。待って。このヘッドフォンって無線接続？そうなんですよ。こちらはレシーバー接続ですが、Bluetooth 接続にも対応しているんです。なので配線とか綺麗にしたい方にはおすすめの製品。配線を綺麗にしてゲーミング感のあるヘッドフォン。めっちゃいいヘッドフォンやん。この USB には Type-C 端子接続もついているんです。なので携帯にも接続できるってわけですね。今のオープン主の携帯には使えないっていうね。なんとも悲しい。そしてこちらの USB を接続すると、ゲーミング感のあるライティング機能があるみたいなので、こちらのレシーバーも全然劣ってないんです。ゲーミングレシーバーは初めての商品だ。そんで、このテカテカしてる綺麗な場所が、Type-C なんですがめっちゃ硬い。私の力が弱いってのもあるかもしれませんが、めちゃくちゃ硬いんですよ。ここから5分ほど検討してたんですが、とりあえず一度諦めモード。ということで次は違う付属品を見ましょう。付属品はそこまで入ってないですね。まあ必要なものだけを入れてくれてる感じだね。初めに見ていくのはヘッドフォンマイクですね。こちらの音質自分で聞き比べてみたんですが、私が今使用しているヘッドフォンのマイクより、少しだけこもっているような音質でした。音質にこだわっている方は少しおすすめできないかもな。ゲームには全然使用できますので音質を気にしない方は、ぜひ購入の検討してもいいと思われます。そして見てわかると思うんですが、こちらのヘッドフォンのマイクは取り外し式なんです。この取り外しできるのはめっちゃありがたいよな。別のコンデンサーマイクを使ってたりする方はヘッドフォンにいらないもんな。だから取り外ししたい方は多いと思われますので、ここはとても良い点だと思われますね。正直私的にヘッドフォンにマイク性能はこだわるべきじゃないと思います。別にマイクを購入するべきですね。そしてこちらはヘッドフォンの充電コードですね。充電はタイプ C で可能ですので、別のコードを使用することもできますね。せっかくコードあるなら別の使う必要なくないか？いや、コード伸ばしてみたんよ。そしたらとんでもなく短かったので、使用しながら充電するときとか、接続位置が遠い方には使用できない長さですかね。ちょっとだけ短いかもな。充電だけに使う分には特に問題ないか。まあコードは私は別のを使用しますね。それは皆さんのディスクによって変えるのがいいかもな。そしてこちらは取扱い事項ですかね。注意事項だと思われますが、日本語には対応しておりますね。対応してるのはめっちゃありがたいな。この取扱い注意事項が書かれてるなら、取説も書かれているのではないか？後に確認しますが多分書かれていますね。こちら使用する際は確認しましょう。ヘッドフォンが光るという製品になりますので、火元になる場合があったりますので、親御さんは子供の使用には気をつけてくださいね。火災になっては遅いからな。他にも色々注意がありますのでご確認を。ということで、こちらが取扱説明書ですね。やっぱり日本語は記載されておりました。日本語があるだけで全然違うからな。ていうか後に取説のありがたさに気がつくんだよ。説明書見ずに使用すると痛い目見るしな。ヘッドフォンにある程度のボタンがあり、パソコンからじゃなくても操作可能になっておりますね。パソコンの音量調節するとかだいぶ面倒だもんね。皆さんはちゃんと説明書見ましょうね。それで説明書見てたんですが、先ほどの UBS に Type-C の無線接続もついてましたね。でもさっき確認してなかったか？今だいぶ倍速で映像を流しているんですが、めっちゃ硬くて取れないんだけれど、エディファイア様これなんでこんなに硬いのですか？霊夢の力が弱いだけなのでは。それは思ったんだけれど本当に取れんのよ。めちゃくちゃ硬いんだよね。ていうか硬すぎて取る場所間違えてたと思ったもん。今は手で取ることができないので、ピンセットとかキーキャップ取りを使って取ります。
だいぶ硬いなこれ。でもだいぶ傷つきそうな取り方で嫌だなこれ。二つを両方から取れば簡単に取れるんじゃない？皆さんもこれ取るとき慎重にね。やっぱり私の力が弱いのかな？そんなに取れないのは逆に気になるわ。マリサ、やっと取れたわ。見てるだけでは簡単に取れてるけどな。これがタイプ C の無線接続なんだな。まあ、私のスマホはタイプ C じゃないので使用しませんね。なんで、こんなに時間かけて撮ったんよ。一応動画ですから皆さんにお伝えしないとね。特に無線接続の UBS には何もコメントはないですが、こちらのマークが光るという、こちらのレシーバーにもゲーミング感を残してある。レシーバーまでちゃんとしてるの嬉しいな。そんで合体させたんですがやっぱり硬いわ。なんか取れない感じがすごい。ということでこちらが付属品でしたね。意外と少ない数の付属品だったな。マイクなどは使用全然できるので、ぜひ使いましょうね。何度も言いますがこちらのマイクは、良い音質とは言えないですね。ヘッドフォンマイクとしては普通くらいでしょうか。ちょっとだけこもってる声になるね。ゲームしてる時とかは特に悪影響ないね。それではヘッドフォンの性能に関して見ていきましょう。右側には2つのボタンがあるんですが、G と書かれているボタンは、ヘッドフォンステータスインジケーターとなる、起動する時とかに使うボタンなのね。そしてその下にはマイクに関わるボタンになる、ミュートにしたり、アンミュートにしたりできる。そして、その下には音量調節ダイヤル、便利なボタンなどがついているんですよね。そして次は説明書を見ていなかったので、ヘッドフォンの付け方がわからないんです。だからちゃんと見ろって私言ったのに。とちゃんと説明書確認したら、ヘッドフォンが機能しましたね。おお赤く光ってるじゃないですか。これはだいぶかっこいいな。ちゃんと見れば書いてありましたね。オンにするには3秒長押しでした。オフにするときは5秒って違うのね。せっかく日本語の説明書あるならちゃんと見ましょう。そして起動しましたので一度確認しましょうか。装着したんですがめちゃくちゃ軽いんだけど、多分こちらのヘッドフォンはわりかし軽い方になっている。どのくらいの重さなんだ？こちら 270g の軽量化になります。270g がどれくらいなのかわからないけど、ヘッドフォンでは軽い部類なんだな。そして、ゲームモードと音楽モードの変更。音楽モードでは音ゲーなので使用可能。その音楽モードなのね。音楽を使用する際にもモードを変更するといいですね。そして、こちらのヘッドフォンはレシーバー以外にも、Bluetooth 接続 5.2 という早い接続になります。パソコンなどの機器だけでなくスマホにも使用可能。そして無線接続での使用になりますので、46時間連続で使用可能になります。バッテリー長持ちするのは本当に嬉しいな。高密度 40mm 磁気ドライバーを採用していることで、爽やかな音や音の鮮明さなど、こちらによって重低音などがちゃんとしているんだ。私はこちらのヘッドフォンマイクは使用しないですが、ノイズキャンセリング機能などもついている。音質や声質など全てにおいて完璧にすること。エディファイア様の目的だそうですね。以前いただいたスピーカーやイヤホン、今回提供していただいたヘッドフォンも完璧だけどな。こちらのヘッドフォンの値段を話しますと、Amazon 価格で9990円となります。1万円切ってこちらの性能なのか？ちなみにヘッドフォンの音質は、さすがエディファイア様と言える性能だった。ゲームにも使用できるんですが音楽にも、適している性能となりますね。それは気になるヘッドフォンになるな。音質は皆さんにお伝えすることができないですが、私の聞いた感じでは、何の文句もない性能になっておりました。値段と性能を見てみるとぜひ皆さんに購入してほしい。そんな商品となっておりましたね。ということで今回はエディファイア様から提供していただいた G4S というヘッドフォンをレビューしていきました。本当にいつもエディファイア様ありがとうございます。本当に素晴らしいオーディオ機器会社様。Amazon で簡単に購入することできますので、ぜひ購入検討してみてはどうでしょうか。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回のご視聴お待ちしております。それでは皆さん、またご視聴くださいね。